簡単にできんじゃん。ゲームが崩壊しちゃうってことだね。楽しみでゲームすることが一番のあれだと思いますね。ゲームとは、楽しむためにある。苦しむためにあるのじゃねえからね。もうこのゲームは苦しかったらもうやめた方がいいんだしね。楽しむためにゲームがあるのだ。楽しいから僕ゲームやってるだけだからね。苦しむためにやってるわけじゃないんだから。あの勝ち方は正しくないとね、アンパーの方はね、落ち着いて考えてくれ。アンパーの人は。ゲームが崩壊してしまうことは、あーやばい、これは逃げた方がいい。まあ自分で責任は取るぜ。これにより。ああ。楽しむためにやる失敗だらけだけどね。なあ、楽しむことが一番ですよ。ああ、失敗しなきゃね。初等で結構きついよね。もうあそこつけれるからね。おマークでね。俺しかいないと思い込んでるから、ね、一個はつくと思うんだけど。ここから前半戦はかなり厳しい立ち上がりだね。交差をして。ありがとうございます。バックパーやばいよね。あ、やばい。こっちのフリー組がなんとかしておる。やばい、ダメだ。ダメだ。癒しのセルフケアじゃないとやってらんなくなったわな。そのセルフケア遅すぎてもうやってらんねえ。ケアじゃねえ。はい、さす。電気隊が一人いるみたいだけど。どう理解しない。出ないや。繋がるし。俺ももういなくなったら、フレンズいなくなったら俺もそう。させるわ。次のゲーム行くわ。やってらんねえわ。やる意味がもはやないから、もうこのゲーム。とちゃん、華麗なる気。これな。もう一つのモデルは何も。治療もしないで、ガン無視。セルフケアマンだね。もうそんな人セルフケアマンだから。ケアマンでも恥ずかしいと思った方がいいと思うで。名誉な言葉だと思うで。ケアマンって。あっちのゲート開いてる？開いてるよね。もう動画悪すぎたのは、まあ、人気で割れた方がいいかもしれないね、この試合。誰かが二人、勝っても一緒。
治療が大事だよ。セルフケア外してみて。人にやってもらわなきゃいけないから自分もやんなきゃいけなくなるから。うん。本当にこれ、治療が大事っていう意識になるからね。まあ、これのあれがね。今日は私がもう足を引っ張りまくっているわ。やばい。最後やばいぞ。あっちの方にはあるけど、やばいよね。ないよ。こっちは任した。今日するで。やばい。やばいぞ。あれなのかな？あれ？これって、産地不快なんですか？あれ？やばい、俺はちょっともらってくるわ、自分で。前セルフケア打たねえと。いやーもう一人が救助行ってくれりゃ一番いいんだが、今の状態では。ありがとうございます。ダメ。発電機バンバンしなきゃな。もっと有利に進められてたんじゃねえかなと思うけど、これはね、私のミスをするのはね、ここから挽回だよ。逆境だよ。逆境の試合何回もやってきたじゃないか、今日は。心折れずに。負けゲームでも。まず4つ目つけよう。あと1つ。チームを信じて。みんながいるからみんなを信じて。まず俺は粘るべきだ。まずチームを信じて。ここ乗り越えないともうほぼ負けるチームは。よし、じゃあいいところでもらいましょうか。ところが来ますわ。こんなところ、よし、2階だ。オーブの2階。どこ？ないじゃん。
はない。追われてる。あ、まあ俺が救助するしかない感じ、これ。チームのために救助入れないと多分ダメだな。ブッチの。俺が行かないと多分チーム負ける。行こう。光の道へ。俺たちの。違う、こっちじゃねえんだ。あっちか。こっちに来い。よし、厳しい試合、状況判断。ああ、そこしかない。状況判断しかないからな、もう。うん、できない男でも、あんなに、ほとんど普段はポンコツを発揮する男だけど、勝負、厳しくなればなるほど、正しい判断に近づいていく。であれば燃える。なんであれば状況判断。あそこ俺が入んなきゃダメだもんな。そこ俺が逃げたら多分。4人になれば脱出チャンス増えるからね。4人はさすがに追えないからね、いくらドレッジでも。よし。で、多分、